のは、うん。いや、いや。トラビス。僕、僕はいつも、くそ、これのせいで、これが悪いんだ。やめろ、やめろ、物を壊さないでくれ。もし、もしよければ。結構やられたな。メガ整形外科センターのドクター・クロッカーにやってもらう。ちょっといい？一杯おごるわ。何が望みだ？単刀直入の方がいいし。ヘンリー・クックって人を探してるんですが、どこにいるか知ってますか？なぜ探してるんだ？もっともな質問ね。私の父親だからよ。このところ連絡がないし、だからこの町に来て様子を見ようと思ったのよ。手を貸してあげたいが、どこにいるかわからない。わかりました、ありがとう。ここら辺を回っているから、何か耳にしたら教えていただけると嬉しいのですが。なんだって？バディム、話がある。ちょっと待て、イエフィム。話の真っ最中だ。それで俺は川を渡ったね。何も着ていなかったが、笑顔はあった。海の怪物の中で最も危険な奴が現れた時だった。マイアラークだ。マイアラーク？おい、10点中2点ぐらいの危険度じゃないか。最高でもな。じゃあ本当に命取りになりそうな話をしたいんだったら。バディム！あんたがいたの忘れてた、イエフィム。どうした？あのさ、なんでもない。自分で何とかする。わーお、見てくれよ。このために人を殺したんだ。いや、冗談だ。あなたはあのレーダーのキャップから助け出してくれよ。やつは死んだがな。さあ、注文が決まったら言ってくれ。ここがあんたのバーか？その通り。兄弟のイエフィムと俺は連邦中で最高の密造酒を作ったのさ。ボブロフの最高の酒って言うんだ。これを飲んだ客が安全に気絶できるよう部屋を貸さなきゃならなかったがな。少し見てるだけ。ああ、わかった。ああ、なあ、あんたの話はどんなだ？傭兵か？キャラバンガードか？あんたが先だ。名前は何だ？ホーソンだ。あんたは絶対に町の外から来ただろう。チャールズ川の両岸からの移住者を知ってるが、あんたを見たことがない。とにかく仕事の合間はリラックスして人の話を聞くことにしてるんだ。人々を見てきた。ボルトや戦前の廃墟、大量のモンスターも見てきた。ボルトに行ったことは？ああ、ボルト81のことは聞いたことがあるか？彼らは冷淡でよそよそしいんだが、時々新しい人々を受け入れる。最高のモンスターの話を聞きたい。ダイヤモンドシティから来た。本当に怖い話を聞きたいか？インスティチュートと人造人間の話だ。大学の先には行くなよ。俺を信じろ。彼らが何をできるか知りたくないだろう。それで廃墟を探索したのか？最後に行こうとしたのはサレムだった。遥か北にある本当に古い町だ。たどり着くことはできなかったかな。あの辺はかなりヤバい感じがする。また会おう、ホーソン。まあ、お手柔らかに。来いよ、来て飲め。水を売るためにバーを買ったんじゃない。考えておくよ。俺がどこにいるかは分かるな。ああ、客か。泊まっていくか？ここについて話してくれ。あまり話すことはないな。料理、酒、そして宿を提供している。このエリアに来る商売人が主な客さ。兄弟のバディムがバーを運営して、スカーレットがウェイトレスだ。彼女はルームメイクも手伝ってくれる。できる範囲でやってくれる。また後で。ああ、もちろん。
よし、行こう。静かにしろ、イエフィム。さてと、おい。なあ、ダイヤモンドシティラジオってひどいよな。耳を切り落としたくならないか？で、何が問題なんだ？聞こえなかったのか？この DJ トラビスは最悪だ。過去に戻ってラジオが絶対に発明されないようにしたくなる。バディム、本当だ。弟の話は聞くな。誰かが彼を追い払う必要がある。ラジオに新しい DJ が必要だ。ほとんどの人が気づかないと思う。彼がほら消えても。本気か？これが深刻な問題だってことはあんたも同感だろ。マジな解決策が必要なんだ。まずあんたが彼を町の外へ連れ出す。これがジョークだとしたら、もういい。お前はバディムは本気じゃない。トラビスを本当に殺したいわけじゃない。そうか。実際は何が起きてるんだ？すまない。ちょっと冗談を言ってただけだ。本当さ、単なるジョークだ。トラビスはいい友達だよ。イエフィムと俺は彼のことを心配してる。かわいそうなトラビス。彼は良かれと思ってやっているが、仕事に必要な自信がない。というか他に何にもない。本当に。それに彼はいつも不器用だ。あいつには自信がないんだ。わかるだろう。いつでも失敗するんじゃないかと思っていて、実際その通りになる。それについて何か考えがあるのか？計画があることをイエフィムに言う。奴は俺を信じていない。なあ、あんたと俺で計画に取り掛かろう。始めるぞ。やぶな奴だ。仕事に戻れ。トラビスを助ける方法を考えるぞ。さあ来いよ。奥の部屋にいるから計画について話し合おう。ウィンターについて考えていたんだ。あの件についてはきちんとお礼を言っていなかったね。力になれて嬉しいよ。あんたにとっては大事なことなんだろうな。あんたには半分も分かっちゃいないよ。ウィンターは元のニック・バレンタインを思い出せる最後の名残だったんだ。俺が昔生きていた警官を機械的にコピーしたものだということを示す最後の証拠だった。インスティチュートの保存記録はだいぶ前に紛失しているんでね。どう感じていいのかよくわからないでいる。あんたは何を期待していたんだ？これで状況がマシになると思ったんだ。でもそんな簡単な話ではなかった。自分があのニック・バレンタインだったからだ。彼の不安も希望も記憶すべてを抱えていた。神経伝達なんとかを取りにケンブリッジの実験室に行けと電話を受けたことも覚えている。自分の家族も家も人生もすべて失い、ゴミの山にいたことも覚えている。すべて俺自身が経験したことではない。俺のすべてはニックのものだった。あの古い世界を思い出させる最後の人物。ウィンターさえ消えたら俺はついに自由になれると思ったんだ。でもここであんたと一緒にいてやっと気づいた。ウィンターを倒すのはニックとは無関係だった。ジェニーやあんたや俺とも関係なかった。正義に関わる問題だったんだ。正しいことをする。俺たちが行ったのはいいことだった。善行を成したんだ。俺たちだけで。たとえこの世界で自分のものだ、ニックでもインスティチュートでもなく俺自身のものだと胸を張って言えるのなら死んでも悔いはない。あんたがいなかったら実現できなかった。なんて俺を言っていいかわからないよ。礼には及ばないよ、ニック。お互い友人なんだ。友人ならすることをしたまでさ。あんたはどこまでも気高いんだな。よせよ。ここいらで立ち尽くしている人を助けているわけじゃないんだから。いいピップボーイだな。何がしたいんだ、バディム。手伝ってくれるなんて嬉しいよ。怠け者の弟とは違うな。トラビスはいいやつだ。もっといい人生を送るべきだ。で、何をするつもりだ？もっと詳細が必要だ。バーで喧嘩したことないのか？素質はある。それがあんたの言いたいことだとしたらだが、
喧嘩っ早いな。まさに言いたかったことだ。トラビスの初戦をバックアップしてほしい。喧嘩をするならここダグアウトがいい。大したことはない。トラビスを確実に勝たせて後味を良くさせてやる。本物っぽくするためにそこにいてほしい。どうだ、いいと思うか。そんなものどうやったらうまくいくって言うんだ。できるって、保証する。知り合いがいる。頼りにできる奴らだ。マジで強そうだが金に飛びつく奴らだ。ここダグアウトで彼らがトラビスと対決する。奴らに向かっていくようにあんたは中に入って彼を後押しする。それからあんたとトラビスは彼らを倒す。手荒な真似はしない。それでトラビスは気持ちよくなれる。簡単だろうなあ。チンピラどもが喧嘩で金をもらうなら何か欲しい。よし、いいだろう。同じく100キャップ分け前をやる。トラビスはあんたの友達だと思ってた。彼はそれ以上の価値もないのか。あんたが俺をうまく利用しようとしているのを見逃すと思うな。よし、200キャップ。わかった、やるよ。ああ、あんたが頼りになることは分かっていたよ。6時までには全ての準備が整う。それまでにはトラビスが来るはずだ。あんたが姿を現して万事うまくいく。約束する。ダイヤモンドシティの一番いいところはライトだ。何マイルも先の悪ガキを照らせる。かいよ、来て飲め。水を売るためにバーを買ったんじゃない。とりあえずただ見てるだけ。それじゃまたな。ラジオ番組は嫌いかもしれないぜ。それが何だっていうんだ。ちょっといいか。ああ、お前か。行け。大丈夫か。大丈夫に見えるか。だから、いや、大丈夫じゃない。僕、なんでこんなことになったのか見当もつかない。ただあっちへ行ってほしかっただけだ。なぜ奴らに向かっていかないんだ。無理だ。つまりまずいことになる。こいつらは多分その暴力的になる可能性がある。やめたいんじゃないだろうな。ああ、だが心配するな、俺がついてる。そのうまくいくって言うんなら。勇気を出したな。それだけで十分だ。わかった。それはそうか。もういい。すまん、何か言ったが。僕はもういいって言ったんだ。ほっといてくれ。なんだその態度は。レムは一瞬だと思っているが、いや、そうは思わない。つまりそういうことだ。ほっといてくれ。さもないとと言おうとしているようだが。そうなのか、トラビス。さもないとって言うつもりだったのか。その後どうするつもりなのかな。どうするんだ、坊や。僕はお前を倒す。大間違いだ、トラビス。ここでお前とお前の友達をぶっ潰してやる。やめろ、いいか。自分たちの問題があるんだ。セキュリティ、ここにセキュリティが必要だ。セキュリティ。トラビス、なぜ僕がそれをする。なあ、あんた、ちょっと話があるんだが。おお、ニック。なんだって。ああ、会いに行こうと思ったんだ。そんな馬鹿げたアイディア。助
けてくれたことを本当に感謝してね。もし空腹なら食べ物も出せるわ。でもみんなドリンクをオーダーするけど。いや、トラビス。もう二度とこんなことをしたくないんだ。信じられない。を返してくれ。やったぞ。なあ、やればできるやつだと思ってた。信じられない。お前が正しかったよ。僕にはやらなきゃいけないことがある。なあ、本当に感謝してもしきれない。何が欲しいのかわからないが、そんな時間はない。あっち逃げ。うまくいった。ポッ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 。完璧な計画の次の作戦の準備はできてるか？準備 OK。 いい態度だ。とても単純だな。スカーレットを見たよな。しばらく前からここで働いている。今はただのバーテンダーだが、俺にはわかる。トラビスがどんな目で彼女を見ているか。それに彼女もたまに彼を見ている。雇い主以外の誰かが彼女にトラビスと一緒の時間を過ごすように仕向けたら、彼にいいことがあるかもしれない。なぜ巻き込まれなきゃいけないんだ？考えてみろ。俺はスカーレットのボスだ。トラビスに会いに行くように言ったとする。そしたら突然彼女はもう単なるウェイトレスじゃないと思うようになる。とりあえず彼女がトラビスに会うことを承知するように何とかしろ。それだけの価値はある。そしてあんたと俺はこの件については一切話をしなかった。いいか？いや、バレンタイン、調子はどうだ？ここの…お前が町中で聞き込みを行っていると聞いた。あの、今休憩中よ。個人的なことを聞いてもいいか？トラビスのことなんだが。トラビス？本当？彼が私のことを言ってたの？喧嘩のことを聞いたわ。トラビスはその勇敢だったわね。ああ、本当に彼に会いに行くべきだ。そう？つまりもちろん彼には気づいていたけど、多分、いえ、向こうには行けない。おい、トラビスはいいやつだ。君は彼が好きだ。彼も君が好きだと思う。とりあえず声をかけに行けよ。分かったわ。今から会いに行くわ。ありがとう。インストシート怖くないぜ。よそ者はそんな変な服を着てるの？すごい。ああ、知ってる知ってるぞ。悪いことを企んでるんだ。今に何かが起こるぞ。助ける義務がある。俺にはできない。俺を助けないとダメなんだよ。落ち着け、大丈夫だ。とりあえず何があったか言ってみろ。奴らは彼を連れ去ったんだ。バディも連れ去ったんだ。奴ら、トラビスとめちゃくちゃにしやがった奴ら、戻ってきたんだ。バディムは借りがある、取引があるって言ってた。バディムは払うつもりがなかったから、奴らは彼を引っ捕まえて払わせてやるって言ってた。それから外に引きずり出したんだ。なんとかしないと。頼む、だから何とかするって言ってくれ。奴らがどこに連れ去ったか分かるか？さあ、知らねえよ。奴らと取引してたのは彼だけだったからな。俺は避けてた。トラビスなら知ってるはずだ。奴に聞いた方がいい。お願いだ、早く。バディムに何かあったらどうすればいいんだ。動いて、相棒。ここには何もないぞ。いや、調子はどうだ？バディムが誘拐された。やめろよ。
そんなこと言うなよ。笑えない。ああジョークだと思うか。違う、本気だ。待て、何？本当か？もう、おい、うわ、これは あのせいなんだろう。これは僕のせいだ。違う、トラビス。これはバディムと奴らの間のことだ。あんたのせいじゃない。でも奴らと喧嘩しなかったら怒らなかったかもしれない。自分を責めるなよ、坊や。この前誰かが頑張った時どうなったか見ただろう。聞いてくれ、本当に。つまり僕にはそんなに友達がいない。バディムが失敗したりトラブルに巻き込まれたり何かあったらその時は連れ戻しに行く。おそらく危険なことになる、厄介なことになるはずだ。僕はバカじゃない。分かってる。奴らはおそらく古いビーンタウン醸造所に隠れているって聞いた。そこに行って本気だってことを見せてやる。そしてバディムを取り戻して一件落着。いいか、僕は銃を取りに行ってそこで落ち合う。決着をつけよう。今休憩中よ。ここで面白いことが起きるたびに大抵お前がこの中心にいる。お前がいてくれてありがたい。で、これがそうだ。バディムがあいつらといるなら中にいる可能性がある。うまくいく、そうだよな。もちろん、うまくいく。わかったよ。よし、できるはずだ。問題ないぞ。おい、お前ならできる。何か、その最後にアドバイスはあるか。こんなこと今までにしたことがないから。とりあえず冷静さを保て。バカな真似はするな。わかった、冷静になる。よし、完全におじけついてしまう前にそこに行けるか。爆弾はこの場所で爆発した可能性があるが、本当のところは誰にもわからない。
囚人機についてだが。からずっとこの世を忘れたい人たちのための市場なんです。いいね。ああ誰か来てくれるのかどうか分からなかった。もうこれでおしまいかもしれないと思ったよ。ありがとう。あんたは本当の友達だ。奴らは大勢だったのか。またあんたを探しに来ると思うか。いや思わない。これが奴らの限界だった。奴らを倒したよ。あのアホどものところにはキャップとヤクがゴロゴロしていた。ポケットいっぱいに詰めてきたが、やつらは気づきもしなかった。あんたの分け前もあるぜ。それとトラビス、ここにいるなんてびっくりだ。いやバディム、助けることができて嬉しい。こいつをどうやってうまいこと乗せたんだ。僕は強制されたとかそういうわけじゃない。助けたかったんだ。あんたには本当にびっくりだ。やれやれ、まったくなんて日だ。なあなあ聞いてくれ、お前に礼を言いたかったんだ。これはそのまともじゃないかもしれない、でもたくさんのことを学んだと思う。かなりよくやったトラビス、それを聞いて嬉しい。ありがとう。ずいぶん遠くまで来たな。おい、今回のことで散々悩まされたけど、結局のところそのくだらなかったな。ラジオをやってるってだけでこんなに悩まされてたのか。ひどい目に遭わされたことや撃たれたことに比べたら何でもない。まだやれる、というかやる必要がある。ともかくありがとう。借りができた。